優雅は来たことがあったけど忘れてたみたいです。おはようございます。9時前に起きました。急いでパッキング中です。とりあえず朝ごはん軽く作ります。超適当チャーハンいただきます。ずっと使ってたレインカバーですが、もうずいぶん前から意味をなしてないのでお別れしようと思います。約1週間本当にお世話になりました。ってことで、明日ルサカを出るのでもう一泊は別のところに移動します。次のホテルへ向かいます。あ、次もエアビーです。無事に到着しました。ちょっとドライバーさんがよそ見運転が多くて接触事故をしましたが、まあ無事でした。今日一日の宿はここです。今お掃除の方が挨拶してくれて鍵持ってくるねってことです。チェックインしました。エアビーでこちらのお部屋を予約したんですが、ゲストハウスも経営みたいな感じらしいです。ね、ここゲストハウスだね。うん、すごい綺麗、うん、プライベートのトイレとシャワーもついていたので快適です。よかった。お金も払えばジュースとかお水とかも飲めるような、ちょっとホテルっぽい。編集に集中していますが、そろそろ出かけませんか？待ってたよ。やばそろそろ出かけます。まだ電気が復活しないので歩いて40分くらい先にあるモールに行きます。散歩します。こちらの周りも基本各家塀に囲まれてるって感じです。幹線道路に出てきました。首都のルサカでも所々道端でただぼーっとしてる人が見られます。マンダヒルモールに到着しました。ここもかなり大きくて人気のモールっぽいです。優雅は来たことがあったけど忘れてたみたいです。のーちゃんへのお土産のボール見つけたけどこれは違う、ないね、エンブレムもないしね、マドリーのね、マドリーって書いてある。ボールの種類は多いけどなかなか見つけられません。今日もショップライトエクスプレス来ました。買い出します。ちょっと値段は高めですがお土産に買ってきたいようなナッツ見つけました。昆布茶ジンジャー、あ、バオバブ。スーパーでお買い物完了しました。帰りはタクシーを使って帰ります。乗りました。帰ります。あ、電気あるといいな。電気も水もありませんでした。残念。お腹すいた。とりあえずバナナでしのぎます。 YouTube をオフライン再生して見ています。水が復活したのでご飯が食べれそうです。電気はまだです。夜は復活してくれるといいなと思います。すでにいい匂いがしてきました。編集中。キノコペペロンチーノバジル付きいただきます。味が分からない。電気はありませんがそろそろ暗くなってきました。ちょっと今のうちに休みます。日が暮れました。真っ暗だったのでだいぶお部屋でのんびりしました。水が出るうちにご飯食べちゃいたいと思います。もうちょい冷めるか。
暗くて大変な中、とても美味しそうに作ってもらいました。ありがとうございます。うん、美味しいよ。双子山部屋の YouTube 見て空腹を満たしてます。結局電気は全く復活しませんでした。今日も何もしてませんが、明日がリビングストーン楽しみます。おやすみなさい。おやすみ。ついに電気が走りました。さすがに眠い。